ょっとお互いの好きなところここまで来て本当だよこの場所まで来てお互いの好きなところどうしても聞きたいんですディオール背負って好きなところを、映画とかそういう時とは違ってちょっとなんかすごい素ですよねお二人とも、はあねはあ、役がないですからねちょっと恥ずかしさすらある、ね、ちょっとそうですね照れくさいです、ね、くさいそんな仲良しのお二人だからこそちょっとお互いの好きなところここまで来て本当だよこの場所まで来てお互いの好きなところどうしても聞きたいんですディオール背負って好きなところを柔らかいですよね本当にこうスッて入れるところが僕すごい好きでした。敵作らないでしょ。敵は作らん。ないよね。なんかね、一村はなんだろうな、人を和らげる力があるのは多分この方な気がして、人の優しい部分にすごい敏感な人なんだ。ラベンダーみたいな男ですよ。ほう。ほう。ラベンダー系男子。お二人が初めてフレグランス買ったのっていつですか。中学2年か3年ぐらいの時かもしれないです、ね、中学生は結構早くないですか。え、そうですか。なんかそのくらいからちょうどみんなちょっとフレグランスつけようよみたいなノリになってこない。いい香りっていうのを意識する年齢ではある、うん、中学生ある。で、北村さんもそういうのが高1かな。高1なんかその当時の自分のスタイリストのアシスタントの人が、はい、めっちゃいい匂いしたな、そのお兄さんが。で、何つけてますってので聞いて、うん、もう貯金したなけなしのお金で買った、はい、そうか、お兄さんの影響だったんだ、ね、そのお兄ちゃんの影響、クビになったんですよ、その人そこはいらないよ